吉田南地区で学んでおられる、働いておられるすべての学生、教職員の方々、現在吉田事業場過半数代表を務めております法科大学院教授の高山香菜子でございます。来週の月曜日11時から吉田事業場の過半数代表選挙が行われます。選挙は競争選挙になっています。真に学生の方々の声、教職員の方々の声を届けるためには私が当選することが必要です。今まで投票したことがないという方も必ず投票を行っていただきますようにお願い申し上げます。この選挙の投票権は非常勤も含めまして全ての教職員の方々、 TA、RA などの学生のアルバイトの方々にもございます。何もしなかったことについての責任が将来必ず問われます。皆さんの大切な権利です。必ず行使してください。今私たちが声を上げなければ京都大学はどんどん悪い方向に進んでしまいます。一人一人が声を上げていくことによって改悪を食い止めることが初めて可能になります。候補の方の所信表明の中には京都大学は他の大学に比べて賃金の引き下げ率が低くて良かったということが書かれていました。確かに 9% の賃金引き下げよりは 4% の方がいい、マシであるということが言えます。しかし、なぜ引き下げ率が小さくなったのか、皆さんご存知でしょうか。それは京都大学職員組合が法人側に対して反対の主張をしていったからに他なりません。働く者たちが声を上げなければ条件はどんどん悪い方向に行ってしまいます。法人側が急いで進めているいろいろな変更、不利益変更、これを少しでも食い止めるために過半数代表は大変重要な役割を果たしています。今回私が当選できなければもはや過半数代表の本来のあるべき姿として意見を集約し主張していくということを、この役割を果たせる人がいなくなってしまいます。皆さんの清き一票がぜひとも必要です。吉田南地区の皆さん、すべての教職員の皆さん、非常勤講師の先生方、 TARA 院生の方々、学生アルバイトの方々、京都大学からお給料が出ている方は皆さん投票権がございます。来週月曜日の11時から14時までわずか3時間しか投票の時間がありません。必ず皆さんの清き一票、私高山香菜子に投じてくださいますよう心よりお願い申し上げます。月曜日の投票においでになれない方々は今週の金曜日まで期限投票の期間が設けられています。期限投票、今現在でもすでに可能です。金曜日の17時まで限られた時間でありますが、この期間内に必ず期限投票をお済ませくださいますようお願いいたします。すでにこの吉田南地区でも期限投票をお済ませになっている方々おられます。まだの方、そして月曜日に来られない方々はぜひ投票をお願い申し上げます。現在図書館前でチラシを配っております。ご関心のある方、投票権がない方でも結構です。ぜひ受け取ってくださいますようにお願いいたします。